みほとけチャンネル。今日は名古屋に来ております。ユニットを組んで女神っていうコンビで漫才をやっている SK48 のどんちゃんこと福士直ちゃんの卒業公演の日です。卒業公演にて女神漫才披露、しかも新ネタ。今日はそんな、どんちゃん卒業公演で女神の最後の漫才密着したいと思います。から漫才のリハなんですけども、はい、なんと TP こと高橋さんもいます。どうも女神です、よろしくお願いします。どうも女神です。マイク番号もらっちゃいました。今日私その時19番、19番した。映ってますけど大丈夫ですか？すみません。ありがとうございます。どうもあの、どんちゃんの同期です。はい、はい、ちかこさんと、はい、ゆきさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。漫才の、はい、ありがとうございます。楽しみです。はい。ワクワクしてアイドルの楽屋に大緊張して。今ね、みんな帰ってきてちょっと、はい、一緒に、はいはい、なんか YouTube でせっかくなんですから、こう どんちゃんにメッセージじゃないですか、じゃあやめます。あ、やめれます。やめてください。なんかもう大好きだからね、はい、もうこれからもちょっとずっと一緒にいてほしいなって、ね、寂しいよですね、本当に。でもあのドラフト1期のライブ見たんですけどピューロランド、めっちゃ良かったです。なんか過去一良かったです本当に。何を見てきたって感じ。人生師匠一番いいライブを見させてもらいました本当に。ありがとうございます。前髪切られてびっくりしました。あ、確かに。気づいてくるフルエチライブの時に、はい、前髪切られてあ、切って言ってみましたね、はい、ねえやだ、あ、来た本人だ。本人本人だ。どんちゃんだ。あ、すいません、 YouTube でドライチが2人になっちゃうから、あ、代わりにみほとけさんが入ってくださるっていう話になって、今もうそれで締めようとしました。あれ、引き継ぎとかもしあったら、めっちゃお辞を締めて、リバーの練習はしとくから、恥ずかしい、あんま出てこないやつ、あんまやんない。でもとりあえず映ってくれたから YouTube ありがとう。待って、ありがとうございます。可愛い、ありがとうございます。優しいね。ピューロぶりの楽しい公演してください。しましょうしましょうね。が寂しがってくれることが一番私は嬉しいので、残酷です。すごく嬉しいので、最後にみんなとちゃんと目を合わせていい声できたらなと思います。今日はよろしくお願いします。今日の目標、せーの。なんでもないです。どこに至って、社会欲しい。紫へ。駆け抜けよう。いいや。チームいい。はい、せー。はい、せー。はい、ラスト。はい。ありがとうございます。あらかじめ出入り口の確認をお願いいたします。皆さんこんばんは。チーム E のどんちゃんこと福士直です。ありがとうございます。今日は福士直卒業公演ということで、みんな思い出作る気満々ですか？声出せますか？最高の一日にしましょう。まもなく開演です。頑張って。廊下で練習してたら怪しまれました。頑張ります。いや、それどんちゃんが楽しいで1日だけやったことは略直ね。あ、一番落としまった。
クズアクトプラザじゃないんですか。のんちゃんが凱旋ライブをやったクズアクトプラザじゃないから、東京から2時間半、名古屋から4時間、最寄り駅から徒歩20分、アクセス最高のクズアクトプラザじゃないから。みんなその説は遠くまでどうもありがとう。声優劇場でやっております。まあ今日はせっかくだから個人のことも覚えてもらいたいね。そうだね。私が福士直で、こちらが向井地美音さんです。私の今日の相手って向井地美音さんじゃないんですか。いや急に何言ってんの。いや私まゆゆに勝ったからてっきり。いやそれ2016年のじゃんけん大会ね。父ちゃんがまゆゆに勝ってみーよんに負けた2016年のじゃんけん大会じゃないから。え違うの。いやどんちゃんは SKE の予選を勝ち抜いて本戦でマユに勝って、次ミーヨンと戦うことになったんだけど、会場の空気的にはマユ対ミーヨンの方が見たかったんだ。2016年のじゃんけん大会じゃないから。私が勝った時会場でパーってため息漏らしたファン、顔覚えてるかな。怖い、ちゃんと紹介してください。改めまして、私が警察署長で相方が消防署長です。いやそれどんちゃんが佐野市で1日だけやったことある役職ね。あ間違えた、税務署長です。1日税務署長もやってたけど、1日税務署長ではどんちゃん何やったんだっけ。確定申告。ない1日署長で確定申告するアイドルいないから。1日税務署長の時担当の人に何て言われたと思う。何。福士さんには確定申告を通じて佐野市の魅力を PR してもらいたいと思います。無理。いやそうじゃなくてもうちゃんと紹介してください。はい、私はせっかくテレビ朝日のレギュラー番組が決まったから、どんな衣装が着れるんだろうと思ってたら、オレンジ色のダッサいジャージを着させられた女と、私がレギュラー番組の賞レース決勝行かなかったら番組終了っていうコンセプトで、決勝行かなかったら本当に終わっちゃった番組をやっていた女です。2人合わせて芸人もいちょです。芸人もいちょですじゃなくて、それはどんちゃんがレギュラー番組でやってた時のエピソードでしょ。賞レースで決勝行かなかったら番組終了って厳しすぎんだろ。お笑いなめんな。怖い。あの番組のおかげで私たちが出会えたんだからいいじゃん。改めまして、私がうぶさらで相方がカラニと言います。なんだろうな。私がウプサラで相方がカラニと言います。これが分かる人はいますか。あー、ねはい、あそうですね、2023年4月名古屋競馬場で行われたファンの人が名付けてくれた福士直生誕記念の1ウプサラ2カラニじゃないから。確かそのレースの3着が宮脇さくらさんでしたっけ。それ第10回選抜総選挙の順位ね。あ、違うの。第10回選抜総選挙、宮脇さくらさんが第3位を取ったのは2018年松井ジュリアさんが1位になった時の選抜総選挙でしょ。あー、私が43位だった時のやつか。43位は速報の時の順位。最終的には103位。お前めちゃめちゃ期待した分すげえがっかりしたんだから、ちょっと覚えとけよ。紹介したから大したもの残ってないよ。いやお披露目の時松井樹里奈さんに話しかけられて三番目したうちなおやらなくていいから。大したもの残ってないの。大したものね。おお何 SK 劇場に慣れてないからどこに分けるのか分かってないよ。大丈夫。え、これ私漫談どこに行っちゃったの。え、ちょっと不安なんですけど。でもみんなもう総選挙のことは忘れてもらって本当に103位本当にありがとうございました。何もうね、松本千佳子さんと新井由紀さんから聞いた福祉の情報しか残ってない。ねえ何待って最悪。難しい振り入れの時怒られないように先生の資格で踊っている。卒業コンサートのリハで踊れていなくて目が泳いでいる時がある。なのに踊れているような顔をしてごまかしているので怒られない。いいじゃん別に怒られないんだもん。昔のレッスン着がとてもダサかった。多分栃木で買った服だ。歩くときにお尻がプリプリしている。
栃木に現地集合する際、顔バレすると心配していたが、実際はファンの人どころか、そもそも人が全然いなかった。いるから栃木人。メンバーに自分が卒業することをお風呂場で伝えていた。いいじゃん、いい話。まあ、やっぱり大したもの残ってなかったね。大したもん、もっと残ってないの？いや、残ってなかったですね。でも、残り物には服がある。栃木県から服を運んできたどんちゃんこと福士直と美仏です。2人合わせて女神でした。ありがとうございました。だからこそ佐野丸も登場しています。こういうところで、ね、最後の見送り待機中です。佐野丸、今日どうでしたか？みんなの前に出て佐野丸、あ、とっても嬉しいということだと思います。ありがとう。お疲れ様でした。可愛いね。ありがとうございます。ごめんね、30秒も一人にしちゃって。びっくり。でもあそこで話せた、いろいろ話せたので大丈夫です。大丈夫です。いや、ありがとうございます。面白かった。やった。あの、おもろい公演でした。よかった。ずっと締めまで最高に。だからどんちゃん本当に漫才お疲れ様でした。ありがとうございました。お笑いの道に進んだあなたは本当にかっこいいと思った表で。いやいや、ありがとうございました。本当に一緒にやらせてくれてありがとう。いや、こちらこそありがとうございます。これからもお友達でもいいし、お友達ということで、どうちゃんお疲れ様でした。ありがとうございました。本当にバイバイ。バイバイ。